三河鉄道1 0 0一1 0 1を岡崎電気軌道1 0 0電車は岡崎電気軌道が申請した木造4軸ボギー車。後年三河鉄道への合併を経て三河鉄道が名古屋鉄道に九州合併された際本形式はもう530型と解消、改版された。岡崎電気軌道発のボギー車として百二十三年に百一1一0 2の二両が 名古屋電車製作所で申請された。当時の岡崎電気軌道の車両は本形式を除いて全車二軸単車であり大型車体のボギー車である本形式は重宝されたという。1927年の岡崎電気軌道と三河鉄道の合併に際しては車番はそのままとされたが1941年に三河鉄道が 名古屋鉄道に吸収合併された際も五百三 530K531.532 に改装、改板された。車体は木造ダブルルーフ構造で、原型はオープンデッキ構造、終電装置としてボールを搭載していた。名鉄席編入後の九百五十三年から九百五十五年にかけてデッキ部分を回収し客用扉を設置、終電装置のビューゲル化、 前小島正面倉庫から屋根状に移設する等の改造が施行されている。本形式は岡崎市内線をはじめ、衣線との直通運転にも使用された。1962年6月17日の岡崎市内線廃止に伴い、岐阜市内線に転属したが、同線ではほとんど使用されることなく、1962年8月に全車廃車となった。ありがとうございます。